Everyone, it's Jasmine. 今日は意思や願望を伝えるフレーズを一つ教えたいと思います。Do you want me to? は何々しましょうか。で、自分が相手に何かしてあげたいときによく使われるフレーズです。なので例文で、Do you want me to get some drinks? で、飲み物をお取りしましょうかになります。Thanks for watching. ありがとうございます。